杉並公会堂は東京都杉並区にあるホールである。1957年に開館した旧公会堂は1176席のホールを有しており、当時の東京には1000席以上の大ホールは、戦前からの日比谷公会堂しかなかった中、音響設備等が優れた最先端ホールとして、東洋一の文化の殿堂と呼ばれた。現在の公会堂は、 2003年に旧公会道を取り壊して改築し、2006年6月1日にリニューアルオープンしたものである。公民館、公会道としては、日本初のボット方式の PFI 事業として、株式会社、大林組を代表とするグループが受注。株式会社、佐藤総合計画が設計し、株式会社、大林組が施行。ホールの設計は、 株式会社長田音響設計による2036年まで株式会社慶応設備サービスが運営する杉並公会堂は日本フィルハーモニー公共楽団のフランチャイズホールであるまた杉並区の成人式の会場に使われたり地域の学校の入学式や卒業式をはじめとする行事にも利用されている2020年2月3日には日本行道 星雲の発売55周年を記念したテレビ CM の撮影が行われ落語家の林家太平が日本フィルハーモニー公共楽団による演奏で伸びやかに歌唱している。この CM は同年4月9日より商店などの同社提供番組以内で放映されている。急行街道では1970年8月8日に8時だよ。 全員集合の公開性放送が行われたのを、はじめ、数々のテレビ番組の収録が行われていたことも、ある。1966年7月9日には、ウルトラマン子供大会が開催され、ウルトラマンが初めて一般にお披露目されたことでも知られる。その模様は、ウルトラマン前夜祭りとして、本放送開始の1週間前にあたる、翌7月10日に、テレビ放送された。 東京都杉並区上尾木1丁目23番15号。ありがとうございます。